はい。皆さん、おはようございます。えー、今回はですね、えー、京都産業大学というところの一般入試を分析してみたいなと思います。よろしくお願いします。あの、ここに、えー、2020年の、えー、実は過去問がですね、私資料請求したものがありまして、これを、えー、英語と国語と、まあ、現代文ですけど、あとは政治経済、まあ、現代社会ですね。この3科目を、まあ、2020年分だけ解いてみてですね、あの思ったところを、まあ、分析しようかなと思っています。 はい。で、あの、ちょっと注意書きというか、あの、2021年から共通テストが始まってますんで、そういう意味で言,わい言えば、もしかしたらこの2021年からそれに合わせて京都産業大学も、あの、傾向を似せてきているかもしれないなっていうのはちょっとあります。ですが、あの、手元には2021年からの、あの、過去問がないので、ちょっと2020年の分析だけになります。ここから、えー、大枠ですね、あの、これから受験される皆さんにおいては、あの、こんな傾向かなっていうのを推測していただけると。いいか かなと思います、はいえー、では行きまましょう、えーま、ずは京都産業大学ってどんな大学ですかとでその次に皆さん気になる合格ラインですね。で次英語、現代文、現者、整、えー、形といって最後なんで通訳者の私が現代文とか整形をこうやって解いてるんですかっていうところを話して終わりにしたいと思います。 はい、最初、京都産業大学、まあ、共産大とかね、言いますよね。三、えー、金交流の一つですよね。はい。えー、これは、休学部8、えー、研究科を持つ、まあ、めちゃめちゃ大きい大学ですよね。はい。 で、えー、1万3000人の学生が在籍しているということです。はい。なので、その中には、例えば、私が好きなまあ外国語学部だったり、国際関係だったり、えー、一方で、その、えー、理学部なので、その、文、文系理系問わず、非常に大きな大学になってきているという感じですね。はい、えー。京都市にある大学だそうです。はい。 で、えー、ここの合格ラインなんですけれども、基本的には3科目、えー、もしくは2科目で受験するというふうな形になりますが、えー、その3科目の全体的に言うと、5 60%から70%ぐらいがあの合格ラインになります。ほとんどの学部で。で、えー、たまにこう、7割をちょっと超えているような、 学部分はあったりしますが、そういう場合は基本的には後期になります。後期なので、まあ、若干あの取る、えー、取らなきゃいけない点数というか、えー、割合高くなるよねっていうのはありますが、おおむねですね、60%。60%だとちょっとまあ心もとないんで、65%から70%ぐらいがまあ安定して取れるように合、えー、合計で取れるようになってほしいなと思います。はい。で、あの得意科目は、えー、高得点2倍みたいな感じで、 あの換算してもらえるようなんで、まあ、もちろんその合計得点もちょっと上がりますけれども、えー、ですがそういうふうにしてもらうことで合格点に近くなるような制度もありますよっていうことでした。はい。えー、私もですね、実はこの英語と、まあ、英語は私の専門なんでいいんですが、えー、国語、現代文だけですけど、あとは政治経済を全部解いてみて、えー、合計が85%取りました。はい。なんで、まあ,あ、合格してるかなっていう感じがします。はい。 まあそんな京都産業大学なんですけれども、まあ、実際のところをあのちょろっと見ていきましょう。英語ですね、まあ、解いた感覚で言うと、センター試験の英語に近いかなっていう感じがします。はい、でセンター試験の中でもですね、まだちょっとあの基本レベル、まだ解きやすいレベルのセンターのレベルかなというふうに思います。はい、あのなので、選択肢も特に大きく迷うようなものはあんまりないと思いますね。ね、はい、という感じで、私も 解いたときに、えー、はい、満点が1回ありましたね。はい、その他が2点間違い、1点間違いぐらいのが多かったんですけど、まあ、基本的には、あのー、満点を狙えるぐらいの問題ではあると思います。今の共通テストとかだと満点を狙うっていうのはなかなか難しいと思うんですが、まあ、センター試験に近いのが京都産業大学の英語だと思います。はい。ですが、あの、今ではその、 共通テストではあの発音とか文法問題っていうのは直接問われることはなくなっちゃってるので、えー、京都産業大学ではまだあの発音、文法問題あります。ですので、そこもまんべんなく学習するようにしてもらった方がいいかなと思います、えー。今のセンター試験の英語の問題っていうのはもうどん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 なくなってきていると思いますけども、あのまあ、過去問っていう意味では,あの解説とは、解説とかはないけど、過去問っていう意味だけではあの、日本の学校だったかな、そういうふうなウェブサイトがあるんですよ。 そういうところに行けば、2000年からの過去問が全部、センター試験、英語だけじゃなくて、5科目あります、5教科ありますんで、あの、そういうようなところで、えー、検索して、あの、皆さん過去問に当たってみるのもいいのかなと思います。あの、非常にレベルが近いと思いますので、はい。なので、センターで8割ぐらい取れてれば、多分この、共,共産大の方でも8割ぐらい、もっと取れるんじゃないかなと思います。 はい。次ですね。現代文ですね。こちらもやっぱり現代、センターの現代文に形式が似てるなっていう感じがします。はい。で、えー、かつセンターよりはちょっと簡単かなっていう感じがしますね。はい。で、あのー、語句とか漢字を、えー、まあ、選ばせる問題もあるんですけれども、非常に、まあ、標準な、標準的な問題が多いと思いますんで、特に、特にこう、漢字の練習を かなりしなきゃいけないとかいうことはあんまりありません。えー、前回ですね、あの工学院大学という、まあ、新宿に一つキャンパスがあるあの大学の国語の解説をしましたけれども、あっちはちょっと漢字の書き取りとかかなり難しい問題が出ていたので、ちょっとこれはきついかなと思ってましたが、共産大の方にいたって言えばあの非常に標準的ですと。多分センター試験に似ている漢字とか語句の書き取り、書き,とあ書き取りじゃないですね。あの この絵と同じ形の漢字を選びなさいというやつですね。だから、センター試験と全く一緒の形式になります。その他のまあ読解においては、非常に何て言うんでしょう、そこの防線箇所が引かれていて、そこの前後をまずはえしっかり理解していればあの解けるかなという問題が多いと思います。はい、なので、本文にもちろん書いてあることからはあの正解に導く問題もありますし、本文からまあ特に小説とかですけどね、推測できるよね。 というふうなことを根拠にしてあの選択肢を切って正解を選んでいくというのはもうあの現代文の基本だと思いますからそこはあのこの共産大においてもあの同じことが適用できるかと思います。まあ、とはいえ私もあの全問正解とかできてなくて、えー、総合で見ると大体7割強ぐらいだったんですけども8割は言ってなかったですね。はい、なのでまあそういう人間が語れるか分からないんですけども、まあ、こういうふうな感覚かなとあのセンターに似てるような現代文かなというふうに思います。 ちなみに、あのー、古典も、えー、古文も出ることはありますけれども、その現代文だけの、えー、出題もあったりします。えー、多分それはれです、ね、3月とかの後期とかになると、あのー、もう現代文だけの出題っていうのも1回ありましたね。と、はい、いうわけであの、古文も出てくることがありますので、えー、古文の方もあの対策しなきゃいけない日程のときは対策をちゃんとしておいてください。という感じですね。はい 最後ですけども、政治経済現代社会ということで、こちらも非常にセンターの方に形式が似ているかと思います。で、まあ、言うならばセンターよりも若干優しめかなっていう感じがします。というのも、あのいわゆるこれは何々を何と言うかみたいな語句を答える問題が、まあ、あのセンター式よりも若干多い気がします。ので、まあ、そこで正解しやすい問題はあるかな、多いかなと思います。 また、あの、センター試験によくある、えー、4つの選択肢の中から何々について、例えば日本の財政について、えー、正しいものを選べとか、いうふうな問題も非常にオーソドックスで多いです。なので、あの、総じてセンター試験に形式が似ているかなと思います。で、あの、もちろん、あの、正問題もありますので、正しい間違いの問題を正しく、えー、入れていく問題もありますね。で、最後はあの、グラフの読み取りと計算問題ということで、これも、あの、センター試験の、えー、政治経済、 特に共通テストなんかではめちゃめちゃこういうの増えてると思いますが、あのグラフの読み取り、え計算問題は、あの共産台でもちゃんと出てきています。で、えー、基本的にはそのグラフに書いてあることをちゃんと読み取れば正解に至る問題がほとんどだと思います。あのちゃんと数字が上がったり下がったりしているのかっていうのをあの、えー、把握するっていうのもありますし、その数字を見て、これは去年と今年とか何十年前と今と比べたら、 数字はこっちは A の方は5倍に増えてるけど、B の方は2倍ぐらいにしか増えてないねとか、その何倍に変化してるかみたいなところもまあ読み取って回答するというふうなところが必要になってきますので、はい。あのちゃんとした正確な読み取りが必要になります。 であとは計算問題もですねあの政治経済のえ、特に経済の問題で出てきますねと。一つ例を出すと、そのプライマリーバランスを求めなさいみたいな問題が出てきました。これ、確か政治経済、あのセンター試験とかでもプライマリーバランスで出たと思いますね。はい、なので、そういう意味ではセンター試験にかなり寄せてきているあの問題傾向かなと思います。はい で問題数としてもあんまり変わらないと思います。あ、もうちょっと多いか。えー、協賛の方が多そうですね。46問ぐらい、えー、一つのところではありましたんで、まあ、若干多いかなっていう感じはしますけれども、でも、あの、5を選ぶ問題も含まれてるということを考えると、まあ、そこまで、あの、ハードな試験ではないかなと思います、えー。少なくとも共通試験よりは絶対に優しいと思います。はい。似たレベルとしては、多分、センター試験の政治、経済、現代社会をやってみるのがいいんじゃないかなと思います。はい。という感じですね。 というわけで、まあ、最後ですね、えー、なぜ通訳者が現代文とか整形をやってるんですかっていうことなんですが、えー、これは、あの、ね、現代文のところは、あの、工学院大学の動画でもお伝えした通り、やっぱり通訳者っていうのは日本語と英語を扱いますので、特に日本語にきれいに訳せるかどうかっていうのは、結構日本人のお客さんからすれば大事なところであって、やっぱり常に日本語に触れておく必要があるっていうのは、あの、毎日思っています。 だからといってあの、通訳者が全員大学入試をせよということは全くありません。はい。まあ、しないと思いますし。はい。で、一方ですね、政治経済はですね、あの、大人のビジネスの教養に直結してるなと思います。まあ、別に、あの、MBA みたいな、そんなものを取れとか言ってるわけじゃないんですが、やっぱり高校の内容でも、私たちが、えー、日頃通訳するようなビジネスの内容に、あの、関係ある内容っていうのは非常に多いと思います。 現代社会ももちろん、あの、近いと思います。政治経済をちゃんとやっていると、あの、通訳をするときに、ああ、あれはこの話だったな、みたいに、ちょっと、あの、考えが及ぶことが多いですので、全体的なことを俯瞰するためにも、全体像をつかむためにも、やっぱり、あの、政治経済っていうのは、大人から勉強を始めても全然遅くないと思いますし、え、ビジネスマンにおいては非常に役に立つ科目じゃないかなと思います。 はい、というわけでですね、まあ、こういうふうな理由があって、私はあの現代文とか政治経済も解いているんだよ、勉強してるんだよというお話をしました、はい。こちら2020年の京都産業大学一般入試を分析させていただきました。えー、受験生の皆さんは何らかのこう参考になればいいかなと思っております。はい、では受験生の皆さんおつ、えー、頑張ってください。えー、動画ご視聴いただきましてありがとうございました。